競馬場、これから大型の競争を迎えます。ダイナミック競争を出走する馬の情報です。2歳1勝1が1400円での混合戦ですが、メンバースタートしました。ボード揃っています。徐々に隊列崩れて先行争い、まず間を促しているのがメールのジーゲルマンがつけまして、さらに外からはスッとラブコが接近してまいりました。そのマクリオにさあ12番のアイリン・テイラー上がっていって、さあ直線の攻防になっています。粘り込みを図ります。18番のコスモ・グングニール、コスモ・グングニールが先頭です。2、3番手争い、スーツ今2番のアフターグローが前にじわりじわりと接近してまいりました。外からはサンライサラ、マルクパージュ、オーストをつきまして、グイグイとビビッシュも足を伸ばしてくるが間をついた。マルタインの外からビビッシュもなど外2420円。3連複5番8番18番1120円。3連単5番18番8番6890円でした。施設内ではマスクをご着用ください。施設内各所に高山競馬第8レースの払い戻し金を場内テレビでご案内しております。阪神競馬場第8競争出走各馬の入場です。阪神競馬場第8競争は3歳以上1勝クラス、ダート 1400m、15頭ではメンバーです。まず176キロプラス10、吉田隼人54。3番トゥーさん、454キロマイナス4、岩田康成54キロです。4番、10番オーガスタスカイ、496キロプラス2です。武豊54キロ。11番のクラップ&チア、538キロプラス4です。小沢ナイト55。12番のケイティ・ソルジャーは498キロマイナス4、大久保優が53。13番ニゴラスダンサー440キロ。収まって係が離れます。スタートしました。揃っています。さあ先行争い、まずダッシュよく11番のクラップ&チア前に行きますが、足元がダートへと変わるところで先段固まっていますが、わずかに10番のオーガスタスカイが先頭か、そしてアランチャータ2番手現在食い下がっているが、3番手に上がっている8番のウォーターウキューが少しずつ前に接近してくる。さらに外からは14番のベズカズマ、あるいはビゴラスダンサーなど足を伸ばしてくる。さあ抜け出しているのは今度は2番のアランチャータ抜け出した、そして内からは3番のトゥーサ、大外をついてグイグイと、さあミセスバローズが上がってきて5位。2番のアランチャータ、最後外から6番のミセスバローズの追撃をわずかに振り切った。相場対象は7kg のマイナス2です。松岡風は56kg。7番、4、512キロ、プラス18。
竹坂54キロ。8番ファイヤーボーラー474キロプラス2です。吉田隼人57キロです。9番 AB ソブリ480キロマイナスの松田大作57キロ。10番の英会ステラ472キロマイナス2です。抜け出しているのは東方ニアスタ、東方ニアスタ、そして外からは7番のローが接近してくる。しかし東方ニアスタ、東方ニアスタ、7番のロー2頭並ぶように合意。最後はどこでしょうか、東方ニアスタあるいはロンか。最後は2頭並ぶ直線抜け出した東方ニアス、粘りに粘るところ、最後3番手4番手追走7番のロン、猛然と足を伸ばしてゴール前、首の上げ下げ。3番手は10番の英会ステラです。さあゴールの瞬間映し出されておりますが、わずかに内1番新競馬場第11競争、今日のメインレースはタンザナイトステークス芝コース1200m、 16頭によって争われますアンキャップ競争です。ではメンバーです。472kg マイナス8、酒井と並ぶ52kg。 11番チェアリングソング480kg プラス16、松岡風磨54。12番マイメロジェロディ474キロプラス4、丸山元気55です。13番のレジェロは428キロプラス6、騎乗変更小崎亮也53。でチェックをしています。体制完了、スタートしました、揃いました。さあスタート、内から1番のアスタールビーが出を伺います。2番手集団固まってヘレナ・アバンティ・グルービット。さあヘレナ・アバンティが前に行って、グルービットは3番手、その後2番のミニオン・ペールは現在4番手ですが、これをかわしていく。1番のアスタールビーがわずかに先頭、これを外から見るように6番のヘレナ・アバンティが2番手の位置、3番手7番のスマートクラージュ、内を狙って5番のグルービットは現在4、5番手、間を突いたリンゴ飴、あるいは内からバズリンなど。さあ直線に向かった、直線に向かって今度は外からすっと今6番のエレナ・アバンティが伸びてきた、エレナ・アバンティが伸びてきた、外からは7番のスマートクラージュ、内をついてはグルービット、5番のグルービット、グルービット前は赤い帽子の2頭だ、エレナ・アバンティ、グルービット、エレナ・アバンティ、グルービット、エレナ・アバンティ、グルービット、2頭並んで合意。グルービット、エレナ・アバンティ、エレナ・アバンティ、グルービット、最後は3枠両馬の1秒2です。上がり 800m は45秒8、 600m は34秒8でした。血をついたグルービット、外エレナ・アバンティ。さあどうでしょう。ゴール前です。わずかに内5番のグルービットに見えます。今度グルービットが最軽量、エレナ・アバンティをわずかに抑え切っているように見えます。3番手は2番のミニオン・ペールです。そしてその後ファストフォース。さあゴール前1着2着は接戦、その後の3番手以降も接戦となりましたが、昨年はこのレースグルービット出走取り消しとなっておりましたけれども、今年はまさにその雪辱、見事にこのタンザナイトステークスを制しました5番のグルービット。
そして6番のエレナ・アマンティと接戦でした。阪神競馬11レースが終了しています。タンザナイトステークス3歳場オープン芝 1200m、 やや重芝コース1分8秒2で、単勝5番1830円、馬連5番6番4万980円、馬単5番6番7万3970円、3連複2番5番6番37万2030円、3連単5番6番2番271万2950円でした。増減ありません。吉田隼人56キロ、4番ヘクトパスカル456キロ増減ありません。鮫島勝馬54です。5番のプリファードラム428キロマイナス16、松若風馬55です。6番メッセージソング504キロプラス6、角田エマと55キロです。7番のレディーシス416キロプラス2です。小崎亮也54。8番マテンローアレス496キロプラス4です。横山紀弘57キロ。9番ムガ464キロマイナス2、古川義弘54キロです。10番はルージュグラース442キロマイナス2です。丸田京介55キロ。11番リオタ・デルソル446キロマイナス2、小沢大斗53キロです。12番大木に446キロプラス2です。和田龍二56キロ。13番の里のマジェスタ488キロプラス4、秋山慎一郎57キロ。収まって係が離れて体制完了です。
スタートしました。さあ先行争いです。まだ先段固まっていますが、プリファードラム、そしてヘクトパス、粘り込みを図ります。ヘクトパスカル、まだリードが3馬身から4馬身ある。そして2番手プリファードランがつけている。3番手集団がさあ混戦固まってまいりました。マイシンフォニーが外から内から大きに内から大きに、そして間をついた3番のオダブラック伸びてくる。最内をつきましてはセブンサミット、最内からさあセブンサミット、大外からマイシンフォニー、大外をつきましてはグイグイとルージュグラース足を伸ばす。さあ前を鳴らす激戦になりましたが、前は今度はマイシンフォニーか、そしてセブンサミットか、5位マイシンフォニーが外から6600メートルは35秒7。さあゴール前です。マイシンフォニーかセブンサミットか、2番のマイシンフォニーがうちセブンサミットとの重賞競争で惜しいレースをしてきたその力、ここでしっかりと発揮して